皆さんこんにちは、志摩ニュース&リポートです。力を合わせて学んで救って、子どもたちが救命処置応急処置について実践形式で学びました。それではどうぞ。7月14日日曜日、磯部生涯学習センターで第5回志摩子どもメディカルラリーを開催しました。メディカルラリーは、怪我をした人や病気で倒れている人を発見したときに適切な手当ができるよう、実際の現場を想定し模擬治療を行う中で、診療の的確さ、迅速さなどを競い合う競技会です。志摩市では、子どもたちに早期から医療・防災について関心を持ってもらい、救命処置・応急処置について学んでもらいたいという願いを込めて、2019年から実施しています。子どもたちは避難所運営や胸骨圧迫、 AED の使い方や怪我の処置など、周りからヒントをもらい、チームで協力しながら自分たちで考え、勇気を出して行動していました。